九州大学発のベンチャー企業カイコから中川市に送られたのは、新型コロナのワクチンを接種した後に抗体をどれだけ保持しているかを測定できるカイコでチェック270回分です。この商品はろ紙を使って自分で採血し検体を郵送すると、およそ1週間後に自分がどれだけ抗体を保持しているか確認することができるものです。中川市は職員が自分のワクチンの免疫効果を確認することで市民への対応や職場での安全安心の確保につなげたいとしています。市民の皆さんの窓口ですね、その窓口のところで安全安心なですね、やはり環境を作っていくことが大切だろうと思っています。中川市は希望する職員に商品を配布して抗体量の把握を進める方針です。